はい、どうも不明だよです。今回ですけれども、つむさんの動画になります。で、まあ、ちょっと声響いてるかもしれませんがご了承ください。で、本日、まあ、ログインねするだけで限定つむがもらえるということで、皆さん受け取ったでしょうか。はい、このミニがねもらえますということで、もらっていきましょう。デレッテエールミニ、画面のどこかに強力なバブルが出現するよということで、初新スキルですねということで、これスキルレベル、あ、スキル4がマックスなんですね。で、強力な、バブルが2つ生成されるらしいんですが、しかもサポートとも書いてあるんで、ちょっと特殊かもしれないですね。バブルとサポート、バブルだけだったらあのサポートつかないと思うんですけど、ちょっと特殊なスキルっぽいですね。限定で報酬積むであれば、ちょっとね期待しちゃうよね。ということで、ちょっとリーグ、2戦ほどして、性能を見ていきたいなと思います。あとはね、後半にですね、あのツイッターのキャンペーンがあるので、それもですねちょっと、やっていきたいと思います。まあ、どういう風にやればいいのかっていうのも、まあ、それで皆さんにお知らせできるかなと。まあ、限定、積む顔パーツとかももらえますんで、ぜひともやりましょうということで、頑張ってやっていきましょう。強力なバブルって、あ、やべえ、くっそ見づれえわくっそ見づれえ、バンロペットをやるもんじゃない。どんなバブルが、結構強力だな17消去2個だったらだいぶ強いんじゃない。ちょっとさ、ボム1個でどれぐらいのコイン獲得枚数か見てみましょうか。チェーンと違うんであれば、あ、でもこれちょっと待って、サポート消したやつ全部、何がサポートされてるのかよくわかんねサポートって何なんだろう。1252でしょ。あ、強いね強いぞみんな。このエールミニ、スキル1回使ってボンボ2つ壊すだけで、なんと150コインぐらい入ります。場所にもよるかもしれないですけど、中央付近に来てくれればそんぐらいいっちゃいますいいね、スキル上がったらボムの数増えるんでしょ。やばい、エールミニ強えぞこれ多分しかもスキル4マックスでしょ。スキチケ使いてー、エールミニ強いかもしれない。多分来月のね、パーティータイム来てしまった。まあしょうがないですね。まあ、動画なんでツイッターとかの紹介もするんで、このパーティータイムは諦めましょうか。あ、諦めましょうか。あ、ちょっと待って。ちょっとベルに変えるわ。明らかに見づらすぎるんでベルに変えるわ。ベルの方がまだ見やすいと思うんで、俺ベル超久しぶりに使うんだけど、バネロペ出てから初めて使うわ多分。バネロペ出る前までは一回も使っ、あ、ずっと使ってたんですけど、バネロペ出てから一回も使ってなかったけど、やべえバネロペがボーナス積むなんでずっと使ってましたよね。レベマンになってもコインプラスになるんでずっと使ってたんで、ボムをちょうだい、真ん中付近に
いいね、中級はでかいよね。何がサポートされてるかわかんないですね。でもミニーの降ってくる量はなんか多い気はする。ただたまたま多いだけなのか。ほらなんか多いっすよね。どういう仕組みなんだろうか。意外とスキル回るんすよね。なんて発動数も割と軽そうな感じはします。はい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 、これマジでスキル上がったら結構コインも稼げんじゃないかな。魔法の洞窟との相性もいいかもしれないですね。はい、という感じでエールミニーを使っていきましたが、まあ、皆さんあのログインするだけで誰でも手に入るんで、ぜひ使ってみてください。でね、なんかね、とりあえず言うと、このスクショをね取らないといけないらしいです。ツイッターのやつはこれをねスクショ取らないといけないらしいです、どうやら。でツイッターの内容を見に行くんですが、こちら、はい、エールツムスター、エールポッキーのハッシュタグと指定の画像をね、ツイートするとあの参加しましたよという判定になるらしいです。でここにねちょっと拡大できないんですけど、指定画像っていうのはエールミニ、桜ミッキー、桜ドナルドのいずれかを毎つむにセットして、画面をねスクリーンショットするというとこです。はい、なので、それを投稿すれば OK ということですね。エールツムスター、エールポッキーですね。ということでちょっとやっていきましょうか。まずこれを追加して、エールツムスター、エールポッキーだっけ。ちょっと待って、エールポッキーだっけ。下書き保存、エールツムスだ、エールポッキー、オッケー。保存したやつってどうやってツイートするの。ちなみに、まあいいや。エールツムスター、エールポッキーなんで、これツイートして、完了という感じかなと思います。これできっと、参加できたよということですね。で、あの5名様にねマスクストッカーというものが当たるのと、参加者全員に限定ツム顔パーツということで、このメガネがね当たるっていう感じらしいんで、まあツム顔パーツ全員もらえるんで参加しましょう。ツイッターやってる方はぜひ。で、あのエールミニはね普通に強そうなんで、しかもスキル4までということでね、ちょっとね皆さん回収しましょう。はい、という感じで、まあちょっとねあれですが、皆さん引き続き頑張りましょう。桜ミッキーとね桜ドナルドっていうのが、まあ、自分予想した名前と全く同じだったんですけど、まああのそちらもねきっと強いと思うんで、はい、楽しみにしていましょう。はい、そんな感じで今回はこれで動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。つむすさんの動画は、まあ、基本的に初見プレイと、まあ、ちょっと
ちょくちょく出したりしていくんで、お楽しみにしていてください。それではありがとうございました。